皆さんこんにちは、小野木里奈です。いやー、ちょうど今ボクシングの観戦生配信を終えて今この動画を回しております。でまずはプライムビデオボクシングでメインイベントを飾った井上拓真選手対堤誠也選手との、タイトルマッチを見たんですけど、いやー、本当に堤誠也選手、まずはおめでとうございます。井上拓真選手も本当にお疲れ様でした。もう見る前からね、配信している時にメッセージとかいただいた同じ視聴者の方とも話してたんですけど、いや、どっちも勝って、いや、てかどっちも負ける姿をまず見たくないっていう、なんかそういう複雑な感情とともに見てた試合なんですけど、いや、全然予想外れましたね。堤選手にはすごく失礼なかもしれないんですけど、ぶっちゃけ井上拓真選手の判定勝ちかなっていう予想があったんですよ。まあ、スピードと技術でいうと井上拓真選手が完全にこうちょっと制した試合をするのかなっていう予想をしておりました。技術とスピードは序盤、本当それこそ1ラウンド目から4ラウンド目ぐらいまでかな、これは私の個人的なジャッジなんですけど、それまでは井上選手が圧倒してて、例えばボディーワークでのディフェンスの仕方とかも、ロープに迫られても、まあ、3ラウンド目かな、3ラウンド目でも堤選手が結構前に前に序盤から来てたんですけど、それを当たらないみたいな、なんかそれで気持ちを折らせるような感じでいくのかなって思ったんだけど、やっぱり堤選手の気持ちの強さが半端なかったんですよ。やばいあの方、こうだって1ラウンド目から4ラウンド目まで、まあ、個人的にはもう井上拓真選手が優勢でポイントも取ってたなって思ってたんで、もうこの時点で結構気持ちどっかでやばい、折れてもしょうがないなって思ってもおかしくないのに、全然こう自分の戦うスタイルを変えないわけですよ。接近戦に持ち込もうとしたりとか、手数はやっぱり全然落ちないどころかどんどん増えてくんですよ。で5ラウンド目あたりから結構もうポイント取り出してるような印象はありましたね。なんかこう堤選手は多分スピードとかでは絶対勝てないから、1発2発3発とかで終わらせても井上選手に避けられちゃうし、打ち終わり狙われちゃうから、もう4発5発6発とかどんどん手数が増えてきて、ですごい井上選手がやりづらそうな感じのスタイルに持ってっていく印象でした。で中盤らへんからも井上選手がどっちかっていうと、その打ち合いとか堤選手の得意なこの積極的な攻戦的なのに、なんかこう付き合ってしまったような感じ。今思えば最初からずっと堤選手は自分のスタイルのボクシングをずっとやってた分、なんかこう空気感が結構堤選手の空気になっていたなっていうのを思いました。まあ、それでも序盤とかはそこでも当てさせないボクシングをしてたんですけどね。井上選手はどっちかというと攻撃よりもディフェンスが結構目立ったような内容だったから、ジャッジによってはやっぱ攻撃を有効打を当てているかとか、あと積極性があるかっていうところで判断されてしまって、堤誠也選手にポイントは結構取られてしまったんだなって思っちゃいましたね。井上拓真選手も上手いから、結構さばいてさばいてさばいてみたいな感じの内容で見てて面白かったんだけど、なんかそこからどん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 こうそれを上回るぐらいちょっと泥臭くなっても、こう気持ちで押し込んでいく堤選手のパフォーマンスがやっぱどうしても評価されるっていうか、まあ、手数も多かったですしね、そこはすごかった。被弾されてももうとりあえず行くみたいな。最初の入場した時の、堤選手の顔を見た時が結構やばかったですね。すごい、もちろん井上選手も背負うも持ってるんだけど、なんか私も穴口選手との試合も見てた分、なんかちょっとこう背負うものを顔に感じましたね。それまでは全然正直どっちもこうフラットに見ようというふうに思ってたんだけど、あ、この表情を見るとちょっとね、ひいき目で見てしまう人も絶対いてもおかしくないかなっていうような表情をしてたんですよ。なんかぜひね、皆さんそれプライムビデオボクシング見てほしいんですけど、そう思っちゃいましたね。はい、アマチュア時代にもね戦って堤選手が勝てていなかったんですけど、まあ、今回初めて勝って、そして初の世界タイトルのベルトを巻いたっていうところで、もう泣いちゃった、私もう普通に涙出ちゃいましたね生配信中に。それくらいちょっと
心に来るものがありました。いや、やっぱなんかボクシングって、まあ、どのスポーツもそうなんですけど、こう心技体っていうのがあって、心が心、技が技、体が体、まあ体でいうと体力とかフィジカル面、技っていうのが技、技の面だから技術テクニックとかですよね。で心が最後気持ちで、この3つの中で全部ちゃんとやっていくことが必要なんだけど、その中でも心、心だから気持ちの面が一番大事なんだっていうのは、私もなんかスポーツとかなんかする上で教わったことがありまして、まず心っていうこの気持ちの分がないと、技術とか体を鍛える練習とかそういう風なものも、精神的なものを鍛えないとできないじゃないですか。だからそういう風なことを考えると、堤選手って心の分の心の部分がめちゃくちゃ強いんだなっていうのは思ってしまいました。いや、あれ見たらね、多分ネームバリュー的にはどっちかっていうと井上拓真選手の方があると思うんですよ、世の中的には。やっぱ井上尚弥さんっていう方の弟さんだし、今まで世界タイトル戦とか結構皆さんの目につくような試合をしているっていうこともあるので、多分堤選手のことを知らなかった方も多いと思うんですけど、多分会場でそういう戦い方をしてると、だいぶね、気持ちが持ってかれている方とか多かったんじゃないですかね。いやー、本当に、なんか年間最高試合になってもおかしくないんじゃないかなって思いますね。12月にどういう試合が出るかわからないけど、まあでもこれでバンタム級の日本人チャンピオンが、まあ、四天王で4人いたのが1人ね、なんと入れ替わって、井上拓真選手が、まあ、王座陥落しの堤誠也選手が王座に、新チャンピオンになりましたね。最初は中谷選手と、井上拓真選手が次やるのかなみたいな勝手に予想してたけど、これでちょっとなくなりましたね。まずは那須川選手が武井選手と一緒にやるのか、それとも堤選手が先に武井選手と一緒に やるのか、西田亮介選手と一緒にやるのか、中谷潤太選手とやるのかとか、なんかいろいろね、またバンタム級の流れがぐっと変わりましたね。はい、まあ、でも今日は本当にメイン試合にふさわしいような素晴らしい試合でしたね。本当に見ていて私も感動しました。本当に堤選手おめでとうございます。はい、そんな感じで今日はメインイベントの試合の感想をお話しさせていただきました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。So much I can find my way. We got air.